エクトル・カストロは、ウルグアイ・モンテビデオ出身のサッカー選手、サッカー指導者。13歳の時に、電動のこぎりで、右前腕を切断してしまい、そのことから、エル・マンコ、または、エル・リビーノ・マンコというニックネームで呼ばれた。ウルグアイ代表として1930年の第1回ワールドカップに優勝した。グループステージ第1試合のペルー戦と決勝戦の、 アルゼンチン戦の2試合に出場し、ペルー戦では65分に、ウルグアイにとって、ワールドカップでの最初のゴールを、アルゼンチン戦では89分にリードを広げる4点目を、挙げた。また、ウルグアイ代表としては1928年オリンピック、1926年と1935年の、コパアメリカにも優勝した。クラブでは1923から1924。 シーズンにナショナルでキャリアをスタートさせ、1936年に引退するまでにウルグアイリーグで3回の優勝を経験した。選手引退後はナショナルのアシスタントコーチを経て監督となり、1940年から1943年までウルグアイリーグ4連覇、そして1952年に再び優勝に導いた。ありがとうございます。